神奈川県人権啓発センターです。実は去る4月2日に、川崎市を訴えました。提訴しました。裁判に。自転車合同会社の、法人としてね。で、それは何についてのものかっていうと、川崎市人権童話対策生活相談事業っていうものがあるんです。で、これについては、実はこのチャンネルで前にも説明したことがあるんだけども、だいぶ期間が空いてしまったのと、なおかつですね、いくつか動画消されちゃったんですよ、YouTube に。なんか YouTube の気に障らなかったんですかね。多分川崎市の部落歩いてるのとか、そういうのがまずかったんだろうけども。で、これどういうものかっていうとですね、川崎市全日本同和会の川崎支部と、あと、部落解放同盟の川崎支部があって、で、前はね、人権連もやってたんですね。で、だけど今、人権連はもうやめちゃったのかな。で、実質的には、全日本同和会、解放同盟がやってるんだけども、このね、相談事業っていうのが、川崎市内の、部落の住民を対象とした相談事業のはずなんですよ。同和関係者ですね。行政用語でいうところの、同和関係者を対象とした事業のはずなんだけども、このチャンネルをご覧の方は、多くの人は知ってると思うんだけども、川崎市って童話事業やってないんです。で、3箇所一応部落はあるんだけども、実質的にはもう都市化しているのもあるし、住民が入れ替わったりとか、あるいはもう住民もね、ほとんど関心ないので、行ったところで差別されてるような状況にはないわけです。はっちして川崎市には部落差別なんてないですよ、もうとっくの昔から。なのに、その童話関係者に対する相談事業やってるっていうんだけども、僕はやってないと思うんですよ、はっち市って。これについて、そもそもね、相談窓口を川崎市が公開してないんです。情報公開しても黒塗りで出してくるんですね。で、全くどこに相談していいのかわからないと。で、川崎市のね、あそこの窓口に行って聞いてみたんだけども、知らないって言うんですよ。そういう相談事業があるっていうのを知らないって言うんですよ、その案内の人がね。そんな状今日で、とても僕相談事業やってるとは思えないんですよ。大体、じゃあ部落の人間だからって言って、じゃあどうやって相談に行くんですかってわからないわけです。で、川崎市はね、童話地区指定もしてないわけだし、じゃあ仮にね、川崎市市外から来た部落関係者が、じゃあその相談するってあって、その窓口公開してないんだから、相談のしようがないんですよ、こんなん。全く市も広報してないんだから、これね。で、それで、それでいろいろ調べてたらですね、その相談やってると、どこでやってるのかって分かったんですよね。で、一つは全日本同和会なんだけども、川崎支部が今どこにあるのかっていうと、実は横浜市にあると。川崎市外にあるんです。で、その支部長のところに行ってみたんだけども、もう取材拒否ですよ。とても相談なんかできる状態じゃないんですよ。もう帰れ帰れみたいな感じで、電話しても、あれです。切られてしまうというか、着信拒否になってしまうような状態で、そもそももう相談なんか受け付けるような状態じゃないんですよね。で、もちろん、川崎市内ですらないんで、川崎市内ですらないですから、その相談やってる、川崎市の支部の人が、とても部落民だとは思えないですね。少なくとも川崎市内の部落民とは全く関係ないですね。で、それで、部落解放同盟に関しては、一応川崎市内のね、麻生区にあるんだけども、それも部落の外なんですよ。で、それでそこも行ってみたらですね、普通のなんか家があって、自営業やってる人で、聞いてみたんだけども、相談事業してますみたいなことを言ってるけど、いやいや、してないだろうって僕は思うんですよね。で、これ、偶然にもね、その人の関係者が僕の全国部落調査の裁判に関わってたから、その人がね、全国部落調査の裁判で、おかしな話なんだけども、ドイツが部落民かっていうことを、なんか証明させるような公正証書を作ったんですよ、解放同盟がね。そしたら、もうその人漏れてたんですよ、公正証書から。で、わかるんだけども、その川崎支部の支部長のそのルーツっていうのは、実は東京なんです。浅草だとか言ってたけども、僕関係ないと思いますね、あの人は。部落とは全く関係ないと思います。だから部落民じゃないと思います。で、それでね、川崎市がその窓口っていうのを公開しない理由っていうのが、その同和団体の関係者っていうのは、その過酷な差別を受けてる人たちだからとか言ってたんだけども、いやいや、違うだろうっていうのを証拠出したんです。大体そもそもね、そんな証拠が出てくるっていうこと自体がおかしいんです。あの裁判があったから、そういうものが出てきたんだけども、
まあそれで、まあでもせっかく出てきたもんなんで、いやいや、あの解放同盟のあの支部長ブラックミンじゃないよと、で全日本同和会に至ってはこれ川崎市民ですらないよって言って行ったらですね、まあなんかその同和団体関係者に対する差別がどうのこうのってわけわからん説明に変わったんですね。うん、だから同和団体の関係者っていうのがなんか差別されるから、公開できないと。一応ね、まあ、皆さん情報公開とかそういう制度に詳しくない方のために言っとくと、個人情報じゃないかっていうふうに言われるかもしれないけども、一応その事業をやってる個人っていうのは、その個人情報じゃないですからね、一応制度上は。そういうのまで個人だって言ってしまうと、例えば税金で請け負ってる個人事業主だったら公開されないということになっちゃいますからね。役所関係の仕事をやってる人はわかると思うんですけども、その役所から税金で仕事を請け負ってる業者っていうのはもうその法人名も代表者名も公開されますからね、みんな。それは個人情報だからって言って通らないんでね。まあその役所からその役目を受け取ってるわけだから。東京都のなんだっけ、なんか若年被害女性相談事情であれでさえその法人名と代表者名は公開されてたわけだから、まあ、この川崎市の同和事業に関しては、まあ、異常なわけです。だから裁判でまず訴えてるのがその、まあ、とにかく情報公開訴訟ですね。その連絡先どこにやってどの団体がやってるのかっていうのを出せということで提訴したわけです。でここで僕ちょっといろいろ失敗してですね、まず一つが実は去年の12月に住民監査請求かけたんです、これについて。でそれでね、一応結果としてまあもちろん門前払いだったんだけども、まあ一応住民訴訟できるんですよ。だけどね、その住民訴訟ってあれなんかやっぱ制度おかしいですね。住民監査請求って60日でその結果を出して、で30日以内に住民訴訟を起こさないといけないんですよ。なのでそのちょっと忘れててね、30日経っちゃったんですね。ただね、まあこれもおかしな話なんだけども、情報公開訴訟に関してはこれ決定が出てから半年以内にできるんですよ。6ヶ月以内にできるんですよね。だからまあちょっとそのあたりがなんかどうなのかなと。その住民監査請求っていう制度自体が古いんで、まあ期間もうちょっと長くしたらいいんじゃないのって思うんだけども、まあ何分法律がそうなってるので、それでまあ今回はとりあえず、情報公開訴訟の方を出したんですね。というかね、そもそもまあよく考えてみたらね、情報公開されないとね、住民監査請求だってね、その証拠も出しようがないんで、その向こうに知らん顔されてしまいますからね。いやそれは非公開情報ですっていうことで、なのでまあ順序としては確かにその情報公開訴訟を先にやるっていうのがまあ真っ当なことなのかなということで、とりあえずは情報公開訴訟をしたわけです。でも分かんないですよ。まあ新たにいろいろ分かってきたらまた住民監査請求かけるかもしれないです。あとね、もう一つ失敗したのはね、まあ、川崎だから横浜地方裁判所の川崎支部にね、訴状を送ったんだけど、なんか、川崎支部から電話かかってきて、行政事件はこれ、本部というか、横浜地方裁判所、横浜の方でやってるので、そっちに移送しますねっていう連絡が来てですね、あ、そうなんです。ちょっと先に確認すればよかったですね。横浜地裁だと、まあ、川崎支部だとか、まあ、いくつかね、相模原にも支部があるんだけども、一応ねその行政訴訟に関しては支部じゃやってないので、その横浜の方でやってくださいっていうことになりましたので、だからまあ横浜の方でこの先やるっていうことになると思います。で、まあ、下の概要欄にねそのアドレス載ってますけども、そこにね訴状とか関係資料載せてますんで、ぜひね興味のある方は見ていただければと思います。とにかくこのね相談事業、なんかまあ法律ができたからやらないといけないんだみたいなことをなんか川崎市は言ってるんだけども、いやというかね、相談事業してないでしょ。その金だけもらってて相談してないでしょ。うん、ということなんです。僕は問題にしてるのは別に法律がどうとか関係ないんですよね。そもそもその事業やってないでしょって、これ金だけもらってっていうことなんですよ。だって相談窓口公開してないのに何相談事業するんですか。自分らのその団体のね支部の活動費とかに使ってるんじゃないですかって、それは、うん、相談事業と言いながらね、ということなので、今回提訴した次第です。まあね、まあ、最近ちょっとなんか、あっちこっちでね、なんか裁判するのがブームになってますよね。開示請求が出たり。で、
で、僕もちょっとね、実はあれもどうかなって思うところがあって、まあ、まず僕、名誉毀損とかの裁判で基本ね、割に合わないんですよね。やっぱし、その、取れるお金っていうのが、その、あんまりないというか、なおかつ、その、まあ、相手がね、生活保護を受けてるとか、そんなんだったらもう、お金も取りようがないですし、あと、まあ、ちょっと、人によってはね、その和解するっていうのを持ちかけて、もう裁判もね、せずに金をもらうっていう、そういう、なんかそういう、ちょっとそういうビジネスをやってるような人もいるんだけども、僕はちょっとそういうのやる気ないね。僕そういうの悪どい商売だと思うし、あともう一つ、弁護士にやらせたくないです。だって弁護士に一回ね、手続きに30万円とかですよ。で、そういうのもなんか僕おかしいなと思っててね、弁護士ばっかし儲かってね、なんかそのなんというのかな、言論というか表現の自由を金で買うような感じになるから、僕そういうのをちょっとね嫌いで、まあとにかくあのあたりの僕関わりたくないのはやっぱりその、うん、一つはその結局これ恐喝して金もらうビジネスと変わらないんじゃないな、ないのっていうのがあるし、あとはその弁護士だけ儲かるっていうのこれどうなんだっていうのがあるから、なんか札びらで人叩くような嫌いなんで、まあ僕は粛々とね、DIY でやりますので、 Do it yourself でやりますので、まあそしたらね、僕自身経験が積めるし、僕が訴えられた場合も自分でやれるっていうのは相当強いものがあるので、なのでね、まあ前々通り自分のスタイルを貫いてですね、まあ今度は攻撃していこうかと思います。ということで、まあまた何かしらあれば報告します。僕の場合はもう最後まで完遂するので、和解とかそういうのないんでね、行政訴訟なんでね。ということで、またこのチャンネルで報告しますので、ぜひぜひチャンネル登録しておいてくださいませ。